カラフ的 U タイム勝てるランキング、イエーイ。どうもカラフです。はい、先日ですね、 U タイムマジ勝てっからという動画を配信したんですけど、じゃあその U タイムマジ勝てっからと言ってて、特に僕がおすすめしたい機種ですね、はい、それをランキング形式で今日お伝えしたいなと思っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、今日の、まあ、目次ですかね。目次、勝てるポイントですね。勝てるポイントをお話しして、ランキングと、でこっち行って番外編、番外編ではまあワースト1、これはちょっと勝てないよねと、はい、まあ、勝てないよねって言いながらも結構打ってる大事なんですけど、はい、プラス、注目機種、これからの注目機種をお伝えしたいなと、そういう流れでお伝えさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで勝てるポイントですね。はい、3点あります。まず技術介入が効くかどうか、はい、残保留残せるかどうか、これはまあ、U タイム限らずですね、まあ、これからたくさん発信していきますけど、 U タイム限らずここはもう結構ね、勝てる台、勝てるラン、勝てる台っていうポイントでは大事になっていきます。はい、ね、U タイム、技術介入を使うことによって確率をね下げていくと、ボーダーを下げていくと、そういうのが大事になってきます。で、U タイムならではなのが拾いやすいか、これどういうことかっていうと、そうですね、ね、アクエリオンとか塩キニンターボとか、はい、あのね、残りいくつで U タイム到達しますよって出てますよね、画面にね。あれ正直いらないですよ、マジで、こっちからすると。はい、初心者にとってはありがたいかもしれないですけど、逆にそれみんなが分かっちゃうから落とさないんですよね。はい、それよりは落とさないし、もう数字を押せば分かるので、まあ賞金がそのまま出てますけど、はい、もう拾われやすいしいらないですよ。はい、ということでそういうのも踏まえてます。はい、だから僕からするともうあの制度やめてほしいですね。はい、ちなみにまあ全部話したとまた、まあ次話すんだから次行きましょう。はい、ランキング早速いきます。もうね、一気にめくっちゃいたいと思いますよ。はい、めくらせていただきます。あれや、綺麗にめくれるかな。はい、はい、行きます。第5位、遠山の金さんですね。はい、これ何がいいかっていうと、そうですね、まずね、通常時にあの電柱が結構開くんですよ。はい、で、思った釘よりも想像以上に回る、はい、っていうのがいいポイント。あとはアタッカーが結構甘いので結構出玉が多く取れる、はい、これが、遠山の金さん、僕はいいポイントですね。はい、です。はい、で、まあちなみにもうね、もう当たったら絶対時短で終わるので、その100回も含めて大丈夫です。はい、だからまあ誰かが当たったら100回はもうそのまま継続して、そのままのあのデータランプを見れば U タイムまでの、回転数がわかると、そういう風になっております。はい、あと勝てるワンポイントアドバイスとしては、通常時は密定ラッキーハイビスカスモードが、おすすめです。はい、あのね、いかに早く最速で大当たりを感知するかっていうのは結構大事なんですよ。まあ、特にね、地中海とかでモード選択とかするわけですけど、そのね、いかに早く当たりを感知できるかっていうモードがあったりするんですよね、地中海でも。はい、それがそのさっき言ったあのモードですね。で、打つと最速察知できるのでおすすめですよ、というふうになっております。はい、第4位、アクエリオン。これちなみに、まあ、細かく書く、何って細かく書かないでごめんなさいね。はい、第4位、アクエリオンのアマネジタイプですね。はい、これは、まあ、何がいいかというと、やっぱりね、U タイムの中で、結構ね、大当たり確率低いですよね。で、U タイム突入確率も低めになってます。だから、結構、拾える可能性が結構高いです。はい、僕の中でそれは結構、プライオリティ結構大事ですね。重要です。重要性が高いです。はい。で、アクエリオンは、まあ、ひねり打ちも、やんなくても結構決まっちゃいますけど、重複入賞ね。はい。やったらさらに決まるし、で、参考打ちしてっていうのをやると、まあ、減ることは減ると思うんですけど、打ちっぱなしにするよりは、球の削減ができるので、はい、他の人と差別化できる。実力の差別化ができる。はい、これが結構大事ですね。はい。それで、アクエリオンから来ました。はい。第3位、塩キニンターボ。はい。ですね。まあ、これもね、第2表示が下がってるのがちょっと僕は、まあ、残念っちゃ残念なんですけど、やっぱりね、結構、
もう勝ちやすい台です。スペックがもう甘いっすよ、ボーダーが。はい。でね、なんかね、聞いた話によると、もうね、使用禁止ターボね、結構ね、撤去してる。もう、お客さんがでも取りすぎちゃって、これ使えねえやということで、撤去してるお店もあるぐらいらしいんですよね。はい。なので、まあ、で、あと、止め打ちもね、まあ、ちょっと難しいバージョンと簡易バージョンがあるんですけど、難しいバージョンでやれば、まあ、現状1ぐらいはできるかなと。いうことで、まあ、他の人との差別化もできる。はい。ただね、ひねり値が、まあ、そう決まらないんでね。まあまあ、そこはあんまり僕は好きじゃないですね。はい。っていうところです。まあ、これ4位、3位は僕の中で同じぐらいの感じですね。はい。よろしいでしょうか。はい。では、第2位。第2位は、サダコ 3D2 です。はい。まあ、これはね、確率結構辛いんですけど、何がいいかっていうと、まずね、まあ、遠くから見ても、U タイプ発動するまで、あとどれくらいだっていうのが予想つくんですよ。はい。上の侵食ランプ。っていうのと、あと回転数の色表示。はい。で、キレパンダ。キレパンダいますね。それの目が、まあ、チカチカしてるスピードとか、光ってるかとか。はい。そういうのでも、分かっちゃう。遠くから見ても。はい。なので、これは、いいですね。はい。ただ、これで気をつけなきゃいけないのが、前回、まあ、確変で、終わってるのかどうか、時短で終わってるのかどうか、っていうのを、まあ、見なきゃいけないと。はい。そこを気をつけるポイントですね。はい。あと、いいのが、例えば、据え置き狙い。前日のハマった回数をそのままラムクリせず、据え置きで狙いたいという時に、2回転回せば、もうランプ表示が紫とか、緑とか、赤とか変わってるわけですね。はい。変わるんですよ。なので、2回転回せば、もう、あ、据え置きなのか。据え置きじゃないのかっていうのが分かります。はい。ちなみにアクエリオンはもう簡単です。ボタンを押せば、そのまま残り何回って絶対出るので、使用禁止には出ないんですけど、はい。据え置きかどうかっていうのは分かります。はい。で、2位、サダコ 3D2 の話に戻りますけど、あとこれね、ひねり値がね、結構決まります。何割ぐらいだったかな ?1回か2回当たっただけだからちょっと覚えてないな。確か4割ぐらい決まった記憶があります。はい。ただこう 3D2 はひねり打ちも結構決まるので、で、打ちっぱなしにしたらほぼ決まんないです。はい。ちゃんと止めて引っかかってやれば決まる。から僕はもう好きですね、サダコ2。しかもまあ、あれ。もう背を切れないで、行けばちゃんと分かると。2回転回せばね。はい。ということです。はい。まあちなみにもう時間が取り切れる前提ですけど、もう、残り表示が緑だったら、もう、打っていいと思います。はい。もう、問答無用で打っていいと思います。はい。見たら、当然赤もね、赤も。はい。です。で、1位。1位もズバ抜けてます。もう圧倒的差です。1位、モモキンソード。はい。これはもう圧倒的です、僕の中で。はい。まあね、19回ぐらい回る台だったら、もう150ハマって、残り350でももう、追っていいと思います。はい。これ何がいいって、もうね、もう全部いいっすよ。はい。通常時に、まあ、アクエリオン2とかでもそうですけど、小当たりが来たら、まあ、最初ちょっと見逃しちゃうかもしれないですけど、小当たり、これ演出なんだっていうのはね。はい。なればもうすぐわかるので、はい。で、右打っては、小当たりでも通常時に出玉が取れる。ですね。で、ひねりも効きます。ひねり大体そうですね。上アタッカーで、75% ぐらい。下アタッカーで 25% ぐらい。ちゃんとやれば決まります。はい。で、あと、止め打ちして、弾を増やせます。はい。これは、シンフォギアの初代みたいな感じで、まあ、1個と、打っていくわけですね。開く、まあ、瞬間、本当に、開く直前瞬間ぐらいに、1個って感じで打っていくと、ほぼ増えます。はい。ですね。まあ、駆け抜けて、だいたい、ラッシュを駆け抜けて、平均30個くらい増えますかね。はい。という感じなので、桃金はもうほんとね、神代ですよ。で、もうね、一種二種混合期なんで、500回のね、U タイム突入すれば、もうほぼ 100%。もう 100% ってほんとに、もうね、500、U タイム行って、
もうそれ確認取れなかったってなったらもうねネタになるぐらいの感じ、ほぼ 100% 次のあたりも約束されるっていうのもねかなりでかいのでおすすめとなっております。はいです。はい、ということで番外編ワースト1位は、ワースト1位何かわかりますか？はい、もうこれはね、まあ、今まで聞いてた中でなんとなく想像ついたかもしれないですけど、はい、1位はエウレカです。はい、エウレカといっても結構打つ機会があるんですけど、エウレカなんでかっていうと、まずね実弾が100回しか使わないんですよ、 U タイム突入しても。はい、だからもう U タイム入ったところで他に来ちゃったらもう大体 90% 以上とか取れるんですけど、当たるんですけど、当たるとは限らないですね。はい、なのでまあそこまで U タイム近いからといって旨味がない機種です。はい、しかもまあ技術介入が効く部分って全然効かないです。ひねる位置も大して、まあ、効果なしもやらなくていいレベルですし、電鎖棒の止め位置も、まあ、大して効果ないですし、はい。もう、なのでね、旨味がちょっと少ないですね。はい、エウレカは。はい、何度駆け抜けたことか。てか、2連勝僕した記憶がないですね。はい。です。もう、いいところ、なんだろうね。残保留が、まあ、一応5個か6個ぐらい残せるぐらいなものですかね。うん。はい、そんな感じです。まあエレカはちなみにあのね朝1で出目が331サミ331、まあ、真ん中見てもいいしここの左側の見てもいいんですけど、そこが331だったらもうラムクリックのしてます、絶対してるんで、末置き狙いはできないです。はい、まあ、対策してるかもしれないんでね、なんとも言えないんですけど、はい、なのでそれは打つ、あの据え置き狙いで打つ必要はないなというところです。はい、で注目棋士、最後注目棋士ね、はい、これ何か、まあライダーの強音ですと言いたいところなんですけど、まあライダーもそうなんですけど、はい、一番はねゴルゴですね。ゴルゴもね1種2種混合機で出てきて、はい、ボーダーかなり甘くなると思います、あれは。はい、で3強から出るんですけど、あれもおそらくゲージ的にひねり打ちも結構効くんだと思うんですよね。逆襲のシャアとか、アクエリオンとかと多分同じゲージだと思うので、はい、ひねり打ちも結構効くだろうし、残り U タイムマックスでも多分ボーダー18ぐらいで打てるのかなということで、まあ、ゴルゴは相当使える可能性があるよと、僕は信じています。はい、という感じです。はい、なんかね皆さんご意見とかいただけたらなと思います。はい、ということで今日はここまでです。ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。